どうしたら人はこんなに強くなれるのでしょう。さあ今年の全日本選手権男子シングル王者の登場です。思えないような圧巻の演技で見事5年ぶりに全日本チャンピオンに返り咲きました。その王者の名前がコールされます。誰もが先行きに不安を感じ葛藤する中、頑張れば必ず希望はあると演技を通して私たちが励ましてもらったような気がします。一日も早く希望に満ち溢れた春のような日々が戻ってきますように。Representing Japan in the World Figure Skating Championships. 男子優勝王者羽生結弦。Haru, Haruyo, koi.羽生結弦の思いが詰まったプログラムです。春よ来い。羽生結弦さんでした。大きな拍手が送られています。そして丁寧に答えます。原川さん、どのように感じられましたか。もう見入っていましたね。やはり羽生選手が伝えたい思いというのが音楽の一つ一つの音とともに届けられてきた、そんな時間になりました。素晴らしい演技を届けてくれました羽生ですが、荒川さん、ここに至るまで暗闇の底に落ちたような時期もあったそうです。そうですね、やはり羽生選手
か、この先どういうふうに過ごしていくかということを自分自身も今一度見つめ直した時間でもあったと思いますし、コーチ不在で一人でここに向かってくるまでには本当にあの大変なこともたくさんあったと思うんですけれども、やはり羽生結弦という人は戦うことを見せ続けてくれる、身を捧げている人なんだなっていうことにも驚きですよね。苦しかった時、この春よ来い、そしてロシアより愛を込めてこの両プログラムを滑って、やっぱりスケートが好きなんだな、そう感じたそうです。さあ再び羽生結弦がリンクに戻ってきました。早くも手拍子、今日一番の大きな手拍子です。難しいステップを踏んでいるということを忘れてしまうほどパフォーマンスがすごいですよね。会場一つにしました羽生結弦、すごいスケーターです。羽生結弦さんでした。一瞬でこう空気が一つになりましたね。いや本当ですよね。ですのでもうショートということを忘れてしまう時間でもありました、はい。一つ一つ丁寧に応えます羽生結弦の姿です。常に大変な思いをされている方への言葉を届けてくれる羽生です。でその中で自分たちに何ができるのか、スケートと言葉を通して私たちに伝えてくれました。柔らかな時間、幸せな時間を今日も届けてくれました選手たち、そして羽生結弦です。さあ大変お待たせいたしました。こちらキス&クライには演技を終えた羽生結弦選手に来ていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日は春よ来いとアンコールの新ショートプログラム、ガラッと違う一面を見せてくださいました。春よ来いには今日はどんな思いを込めて滑ったんでしょうか。そうですね、いつもよりなんか明るく、結構たくさん滑らせてはいただいているプログラムですし、何よりもこの時期にぴったりというか、この世の中に一番伝えたいメッセージだったんで、本当に少しでも心が温かくなるような演技がしたかったなと思います。その羽生選手の思い、この拍手の大きさに表れていると思います。そして様々な葛藤があった今大会、5年ぶりの優勝を果たしましたが、今大会をどう羽生選手は振り返りますか。そうですね、やはり何より、会場に来てくださった方々が本当に細心の注意を払って、手拍子だけで応援していただけたり、また一人一人それぞれの選手にかなり大きな拍手を今まで以上に送ってくださったと思うので、本当に選手一同、そして大会を作ってくださった観客の皆さん、本当にありがとうございました。そして今回はですね、ツイッターでスケーターとつながろうという企画を、行っておりました。ファンの方から来たメッセージを紹介させていただきます。羽生くんの美しいスケート、一生懸命さが世界へ一番のエールになってます。感動をありがとう。
というメッセージ聞いてどうですか？そうですね、僕のプログラムは本当にここ最近ですけれども、すごく一つ一つメッセージを込めているつもりですし、毎回そのプログラムごとに自分の、オーラが変わるような演技をしたいと思っています。ぜひそれを感じていただけたら嬉しいです。さあ、そして来年3月には世界選手権も開催予定です。今後羽生選手が見せたいスケーターとしての姿、どんなものでしょうか？そうですね、とにかく今シーズンのプログラムは、ショート、フリーともにすごくギャップのあるものになってます。ぜひその二面性も楽しんでいただきながら、そして何よりもフィギュアスケート自体を楽しんでいただけるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。本当に感動をありがとうございました。ありがとうございました。皆様大きな拍手をお願いいたします。フィナーレも楽しんでください。ありがとうございました。幸せな時間をありがとうございました。